まあ、夜中にでかい味とかそんなんが入ってるっていうとか寄ってるっていうパターンがあるんで、まあ、それをちょっと見てみようかなと、うん、ただまあ今あのちょうど干潮というか本当に潮が低い状態なので、まあそのこのタイミングはちょっと望み薄かもしれないですけど、まあ、それで、逆に本当にそのアソマズメの変化というか、うん、ちゃんとその慈愛を捉えるように、はい、ちょっと前もってきました。はい、では早速やっていこうと思います。まあ、漁港の今ちょっと身を筋というか出入り口ですね、対岸に街灯があるんでその影響でアジが寄ってたらいいなっていう全然当たりがない。今回のワンモアなんですけど、まあ、もともとナイトブルーに引き続きというか UV ライトとかに、ね、発光するようになってまして、こんな感じで日中もその太陽の紫外線というかねじわっと光ってたりもするんですけど、まあ、特に夜ですね、うん、真っ暗な街灯のあんまりないところとかだと特に何してるか全くわからないという状態だと思うんですけど、まあ、この UV ライトとか照らして釣りをするともう糸の状態とか動きとか、まあ、そういうのを確認できたりするっていう、うん、非常に便利な、はい、糸になってます。まあ、そろそろ、朝まずめが、うん、始まりそうな、タイミングなんで、はい、ね、だいぶ潮もちょっとずつ上がってきてて、うん、まあ、なんかいい雰囲気な、はい、ちょっと期待しつつやってみようと思います。何かが来ました。なるほどね。これなんですかね。ノースジーシモチ。まあいわゆる金魚とかみんな言う系のやつですよね。このアジングの、この面白さの一つに、やっぱ感度っていうのが。ありまして、うん、やっぱその、まあ、アジの当たりを感じるっていうのもそうですし、それ以外にもそのこれ多分アジちゃんついに来ましたね、始まりかな。そうアジングで本当感度っていうのが、まあ釣るっていう分でもそうなんですけど、やっぱその面白さみたいなところにつながっていくというか、でその感度を出すっていうのに、まあ、やっぱりそのロッドだけじゃなくて、まあ、もうリールももちろんそうなんですけど、そのラインってすごく重要で、うん、で本当になんか小さなシグナルっていうか、本当になんか触れたとか切ってなんかなるとか、本当ベイトが触るような感触とか、そういうのが、うん、やっぱり出れば出るほど面白いんじゃないかなっていう、うん、いろんなこう何て言うの、その水中のイメージっていうか、うん、で今回のワンモアその辺のやっぱり感度感触っていうところもすごく出て、うん、それを生かすという点でいうと、まあ竿やリールっていうところも本当に大事なんですけど、うん、それによって、うん、なんかこのもうアジングどこまでも楽しめるというか、うん、マズメのアジの状態って結構幅広くて、うん、めっちゃ活性高くてもうキャスト着生バンみたいないうのもあれば、実はそこの方をそーっと動いてきてるっていうか回遊してきてるって。でそのね、朝このマズメに食い気があって食うっていう時と、逆に実はちょっと明るくなってから食うっていうような、うん、本当の夕まずめの時間帯で言うと全然なさそうな感じだったのが、本当に暗くなってから
あの、ね、連れ出したりとか、うん、まあ、基本になるような時間帯とかはやっぱあるんですけど典型的なで、それからちょっとずれたりっていうのもあったり、その、ね、食い方とかそのそれもいろんな兼ね合いで水温ベイトその時の潮位潮の流れみたいなこととか、うん、でまあアジの種類じゃないんですけど、やっぱりちょっと回遊性の強い群れというか時期とかなんとかっていう時と、うん、まあ、どっかに結構近場に居ついてるというかそういう感じの時とでまた、うん、活性というか、うん、食う感じが変わったりするんで、表層の方にはいるんですよね今。いやー、かわいいのがでこのワンモアはあの、まあ、その感度が出てるかつその強度的にもすごく安定しているっていう、うん、であの、まあ、ゴースで言うと 0.255 とか 0.35 ぐらい あのもので、ね、あのすごい、まあ、フィネスというか味の中でも超軽量なねジグヘッド使ったりとかっていうような繊細なゲームもあの軽快にできますし、でその本当に大型狙いでも安心して使えるっていう、うん、あのその 0.55 とか、うん、0.45、0.55 クラスになると、はい、っていう、うん、まあ非常に、まあ、次のステップというかを楽しめるような、はい、ラインですね。さあどうですかね。昨日もねちょっとあの日中見たんですけど、まあその時潮がねあの潮位が低かったんで、今日のこの潮位だと入ってて全然おかしくはないんですけどね。います、めっちゃいます。映るかな。でもちょっと警戒してますねこれ。やっぱ立ったら早速ちょっと投げてみますか。あ、これ軽い方がいいな。ねえ、一投目にどのサイズが来るかっていうところですよね。タックルがですね、まあ6フィート弱の UL クラスの竿に、リーは2000番ですね。でラインがアジョイとエステルワンモアの 0.55、ね、リーダー、トルネード V ハード 1.55 で、タングステンの、今 0.8 グラムにしました。で、まあ、ワンモア2インチぐらいなんですけど、これでちょっとスローにそーっとフォールで、さあどれが来るかです。
ましたね。よいしょ。ナイス味。ナイス味。今あのポールで、うん、でそこからレンジ入れてからちょっとそーっと、うん、あの手前に寄せてきてるときにスコーンと、あとはねどこでどのサイズが来るかっていうのをちょっといろいろやっていこうと思います。これでまあまあ大丈夫。はい、1匹目まともな25センチがもうちょっとありそうなぐらいの、うん、ナイスアジが釣れました。はい、まあね多分でかいのも入ってると思うんでちょっと、うん、こうフォールをドキドキしながら釣っていこうかなと、うん、でもめっちゃ活性が高いとかじゃないですね。やっぱそーっと釣らない散らさないように釣らないとあかんような感じなんで、やっぱりベイトがちっちゃなベイトがチラチラチラあってうろうろちょろしてる感じですね。めっちゃ繊細ですね。群れの中に入ってでそのままそーっとやってても食わないんですけど、今ちょっとふーって上にそっから上ずらしたら一匹追いかけてきてスコって足りきらんかったんですけど、まあ、まずはちょっとナチュラルに見ていって、そっからねちょっとアクションかなんかでスイッチが入るかどうかを見ていくっていう。ホールで食いました。よいしょ。もうちょっとね下のレンジに入れたいんですけど途中で、まあ、糸がね、ゆって走ったのが見えたかもしれないですけど。サンラインから、出ているアジの糸シリーズリニューアルということで、先行してラッシュアワーっていうのが、うん、発売になりまして、まあ、そちらの方はですね、これからアジング始められる方とか、まあ、そのエステルでの、アジングっていうのに挑戦しようっていう方にも本当にあの扱いやすくしなやかなラインになっていまして、で今回新たに発売するワンモアはですね、そこからさらに次のステップ、操作性とか感度っていうところをより重視したモデルになっています。まあ、震度の設定とか初期震度の違いとかによって、まあ、その性能の違いっていうのはあの出てくるんですけれども、まあ、ワンモアですとよりやっぱりちょっとエキスパートというかやり込んでいる方が狙っていくよりダイナミックな場所、深い場所とか流れの強いところでもその操作性を落とさずにより感触を得てかけていけるようなモデルになっているというところですね。だからあと最近ねボートからのアジング、ジグタンでのっていうのとか、やっぱりそういう水深のあるところでの釣りっていうのにも非常に使いやすい、うん、ラインになっていると、はい、でまあカラーの方もビビットパープル、綺麗なちょっと映える感じになってますので、ラッシュアワーと今回出る、ワンモア、まあ、そのシチュエーションとか、自分のやりたいゲームっていうところに応じて選んでいただけたらなと思います。はい、ちょっとロングアームでさらにスローに、おいしょ、うわいい味が来ましたね。これで尺ぐらいですかね、うん、今でちょっとワンボリューム上げてもうさらにスローにふわーってゆっくり落としていくっていう、まあ、本当に群れを散らさないようにしながら、うん、その群れのいるところにそーっとアプローチしていく感じなんですけど、ラインの本当に軌道もすごく見えるので、まあ、手元にねチッとか本当にちっちゃな当たりの時にやっぱりラインがプッて上れたりするってちょっと楽しめるというか、うん、ちょっとの方がでかい、
糸をねスッて一回だけ張って、でこっちルアーをこっち向きにさせて、でそのままそーっと、うん、あんまりこうひらひらさせずに落としていくような、可愛い方でしたね。よいしょ。はい、よいしょ。サイズがね、そのすごくバラバラというか、で多分中にはね、その40センチクラスとかもいると思うんですけどね、その群れがじわーって回遊してるような。来ましたよ。めっちゃそーっと釣ってた甲斐がありましたね。でかい。来ましたね。いやもうあのかけた時からの重量感が全然やっぱ違いましたね。でいや本当にもう、まあ、そーっとねあのホールをちょっとね群れが。あの見えなくなったりしたんですけど、多分もっとボトムの方で、うん、だん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 沈んであの下の層になってるなと思ったん でそこまで我慢してそうと落としてってなくなりました。ちょっと測ってみましょう。いや、まあいいサイズ、来たんですけども、今回のね狙いは、もっとギガテラっていうところまでね行きたいんで、はい、もう貪欲にワンモアね狙っていこうと思います。お疲れ様でした。まあ2日ほど、はい、でかいアジを狙って、いろいろと巡ってまあまあやってみたんですけれども、まず目を、まあこう外しながらというか、うん、ながらも、まあ、デイでなんとか見つけて、ギガアジゲットできたんで、まあまあ良かったかなと。はい。ただ、まあね、今回は、そのね、せっかくこのワンモアっていう、さらなるでかいやつをということで、44センチで満足することなく、テラアジをちょっと狙ってみたんですが、なかなか結構ね、海の変化も激しくて、まあそこまでといったところで、はい。でした。うん。で、まあこの、まあ、ワンモア使って、まあ、かなりのキャストをしてき、たんですけれども、まあ、本当にすごくもうストレスもなく、うん、でライントラブルももう一度もなく、本当にもう安定感あって安心できる、うん、まあ、それでいてすごくゲーム性を高めるような操作性感度っていうところ、本当にリグを操るとかそれ自体も楽しくなるようなラインですので、はい、また2024年の発売予定です。商品出た時にはまたよろしくお願いいたします。はい、ということで今回は、はい、以上ということで、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。